皆さんこんにちは。大国主の話の3回目になります。前回は嫉妬した八十神たちの暗殺計画に何回か命を落とすも復活した大国主、このままでは本当に殺される、逃げ出すために大やびこの神からのアドバイスをいただき、根の果たす国に向かいました。今回はスサノオノスムネの果たす国での冒険です。実はここでも大国主は何度も殺されそうになるのです。一難去ってまた一難です。どんな災難にあったのでしょうか。では早速お話をスタートしましょう。根のカタス国のスサノオ氏のところにたどり着くと、そこでスサノオ神の娘であるスセリビメに会いました。二人は出会った瞬間に互いを好きになり結婚しました。スセリビメは父のスサノオに立派な方がいらっしゃいましたと伝え、大国主に会わせました。しかしスサノオは、あいつは芦原の主公というものだと言いました。芦原の主公とは、芦原の中津国の勢いのある男という意味です。娘を取られたい狩りからでしょうか。スサノオは大国主の力を試してみることにしました。どれだけの男なんだと。まずスサノオは大国主を宮殿の中に呼び入れて、蛇がうじゃうじゃいる部屋に寝かせたのでした。今にも大国主に噛みつきそうです。そこに心配したスセリビメが現れ、蛇よけの魔力がある布を夫の大国主に授けて言いました。その蛇たちがあなたを噛もうとしたら、その布を3回振れば逃げ出すでしょう。そこで大国主は妻の言う通りにすると、蛇はおとなしくなりゆっくりと眠ることができました。次の日、無事蛇の部屋から出てきた大国主を不思議に思い、スサノオは次の日の夜には大国主をムカデと蜂の部屋に入れられました。そこでスセリビメがまた登場です。今度はムカデと蜂よけの布を夫に授けて、同じようにその布を3回振るように言いました。それにより大国主はムカデや蜂は静かになり、ゆっくり寝ることができました。驚いたスサノオは大国主を大きな野原に連れて行きました。その上で音の鳴り響く矢を広い野原の中に放ち、それを大国主に探してこいと命令しました。大国主が原野に入ると、スサノオはその周りに火を放ったのです。どこから逃げ出せばいいのか大国主が迷っていると、一匹のネズミが地面の穴から出てきました。うちはほらほら、外はすぶすぶとネズミは言うのです。大国主はふとそうか気づき、地面を踏み込むと大きな穴が開き、そこに落ちて隠れることができました。そのままそこに隠れていたので火は通り過ぎていきました。火が燃えて通り過ぎていくと、そのネズミは音の鳴る矢を加えて大国主に差し上げました。しかしその矢にはついていた羽がありませんでした。子ネズミたちが全部食べてしまったのです。一方、妻のスセリビメは大国主が死んでしまったと思い込み、お葬式の道具を持ってきて嘆き悲しんでおりました。スサノオ神も今回ばかりは死んでしまったかと思って野原に立っていました。そこへ大国主が矢を持ち帰ってきたのです。矢を返されたスサノオは宮殿に大国主を連れて帰り、とても大きな部屋に案内し、私の髪の中にいるシラミを取れと言いました。しかしその頭にいたのはシラミではなく、たくさんのムカデでした。ここでも救世主スセリビメ、ムクの木の実と赤い土を大国主に授けました。そこで大国主はその木の実を食いちぎり、赤土も口に含んで一緒に唾を吐き出しました。それを見たスサノオはムカデを食いちぎって唾を吐いているものと思い込み、可愛いやつだと思って寝てしまいました。今だ、一緒に逃げよう。そこで大国主はスサノオの髪の毛を掴んで、その部屋の屋根のたるきに結びつけて、大きな石で部屋の出口を塞ぎました。それから妻のスセリビメを背負い、スサノオの大きな剣と弓矢と美しい立派なことを持って逃げ出そうとしました。
しかし逃げ出る時にそのことが木に触れて地面が鳴り響くような大きな音が出てしまいました。寝ていたスサノオシンは聞き驚いて飛び起きるとその部屋ごと引き倒してしまいました。スサノオがタルキに結ばれた髪をほどいている間に二人は遠くまで逃げていきました。スサノオは二人の後を追ってきてヨモツヒラ境までやってきて遥か遠くにいる大国主に向かってお前の持っているわしの園たちと弓矢でお前の兄弟たちの八十神を追い払え大国主と名乗りせりびめを正しい妻とし鵜飼山のふもとに柱を太くして屋根が天まで届くような宮を建ててすねこいつねこの野郎と言いました。大国主はいくつかの別名がありますがこの時点で大国主という名前が正式に与えられました。無事に根の片す国から戻ることができた大国主。大国主はその太刀と弓で八十神を追い払い初めてこの出雲の国をお作りになったのです。さてあの八神姫ですがかつての約束通りに大国主と結婚されて連れてこられました。八神姫覚えていますか？稲葉の白うさぎ伝説の中に出てきて大国主に逆プロポーズした絶世の美女です。しかし八神姫は正妻であるせりびめに遠慮をされ自分の産んだ子を木の股に差し挟んだまま稲葉の国にお帰りになってしまいました。この生まれた子は木又神または新の神の神と言います。ここまでが今回のお話になります。次回も八神姫を泣かせた男大国主の話です。モテ男としての恋の話からパートナーを見つけて国を作っていく話になります。もしビデオが気に入ったらぜひチャンネルの購読といいねをお願いします。コメントで感想や質問を共有してください。次回のビデオでもさらに深く日本神話を探求していきます。お楽しみに。